今週のホットニュースは世界に誇る文化芸術都市京都から2つの話題。まずは先ほどまで開催されていた日本でも数少ない国際的なフォトフェスティバル京都グラフィー。若手から巨匠まで国内外のアーティストの作品を市内各地のお寺や指定文化財など特別な空間に展示、京都の新たな魅力にも触れることのできるこのイベントはこれまでにおよそ38万人を動員。6回目を迎えた今年は戦後最も独創的な日本人アーティストとして世界に認知される写真家深瀬正久の回顧展をはじめ、ルポルタージュ的感覚でファッション写真に新風を吹き込んだフランク・ホーバットなど15名のアーティストが参加、それぞれの個性あふれる写真世界を展開。またマルチな才能を遺憾なく発揮しながらアイコニックな作品を作り出すジャンポール・グードはパリ装飾美術館で行われたダンスパフォーマンスを再現するなど壮大なインスタレーションを披露。全身で写真芸術のエネルギーを味わい尽くせるこのイベント、秋には初となる東京での開催も予定されている。楽しみに待ちたい。